ったことばかりの言葉に君は戸惑うけれど、本当の気持ちなんて口に出せないものさ。この想い伝わるかな、この気持ち伝わるかな、自然に笑える中で生きてゆけたなら、このままで続くのかな、このままでゆけるのかな、たとえ遠く離れても心近く感じたい。塩辛乱馬くん、いらっしゃい。いやいや、待ってました。ヤッホー。もう毎回毎回飽きないわね。ちょっとまた沢田くんサボり。あ、木下くんもいないじゃない。ちゃんと一緒に連れてきてよね。他にもいねえやついるだろうがよ。ああ、相変わらず分かりやすいよな。でもあのナイスバディで全部許す。はい、じゃあ発声練習からね。絶対山口なんだけどな、尻尾がつかめねえ。こっち来いよ。ほら、ほら、クーボル。それにあいつら3年だ。やばい。恐喝だぞ。恐喝？金よこせなんて言ってねえだろうよ。俺らはただ貸してくれっつってんだよ。おい、当ててねえだろうが。なんだこいつ、起きろよ。おい、何やってんだよ。おや、正義の味方引っ込んでろよ。いきなりかよ。せっ、この何、怪我はしてないな。おい山口。え？え？どれのことだね？お前な。さらば。それにしてもあいつ、なんであんなに隠そうとするんだ。あぶねえ、危うくバレるところだった。何がバレるところだったんです？あや、危うく縛れるところだったって言ったんですよ。いや、このマスクがなかったら危なかったなっと。教頭もヘルメットないと縛れちゃうでしょ。あ、授業の準備が。それじゃ。どうも山口先生は言動が妙ですな。今度は教頭かよ。組のことバレたらクビなんだから頼むよ。マジかよ。おー、クマ、お前スクーター買ったのかよ。まさか、借り物。いいね、二ケツで行こうぜ。やだよ。今度よ、ケチ、歩けっつの。じゃあな。しんちゃん、音楽吹けて帰ったのかと思ってたよ。何してたん？別に。山口ホームルームで何か言ってなかったか？いや、いつも通り。てか、なんか急いでたかな。そういえば、久保が3年に殴られたらしいんだけどさ、なんか2メートルの覆面プロレスラーに助けられたような気がするとか、危ねえこと言ってたな。なんだそれ。まあいいや、クマ、ケツ乗っけろや。あ、
ね、おい、なんだよ。あれ、ヤバそうな黒塗りの車が止まってる。マジでヤバいよ。別の道通ろう。おい、待て。やっぱなんかある。しんちゃん、無理じゃね。あっち会社だし。この先混んでからなんとかなる。おやさん、おやさん、戻ってくださいよ。黒田さん、隊員の許可はまだ出てないんですよ。触るんじゃねえ。おじいちゃん。お嬢、よかった、間に合った。おじいちゃん、勝手に退院なんかしちゃダメでしょ。病室戻ってよ。もういいんだ、俺は帰るぞ。一体どうして急に。こないだの猫又組の一件を聞いて急に。やっぱり俺が家の中に構えてねえとな。おじいちゃん、大門は私に預けてくれたんでしょ。それとも頼りない？そうじゃねえ、そうじゃねえが。おやさ、お嬢の表の家業に何かあっちゃいけねえと心配なさったんすね。おじいちゃん。久美子、何もねえ時ならいいが、もし派手な揉め事にでもなったら学校に知られちまうかもしれねえ。先生家業はおめえの夢だ。それを俺の病で潰させるな、忍びねえ。おやさん、なんて親心。いやさ、じじい心だ。おやさん、おやさん、おやさん。ちょっと、病院の前でやめてよ。おじいちゃん、大丈夫だからね。うちの学校結構鈍いの多くてさね。病室戻ってよ。なんかあったらそっちの方が大変だよ。おやさん、お嬢の夢はあっしが守りやすから。大島、あとは頼むぜ。だからやめてって。なんだあれ、ヤン組の何なんだ。さあな。あそこだけ世界が違うぜ。ああ、参った参った。学校に迎えに来る前に京さんたちで何とかしてよ。いくら鈍いって言ったってさ、あんなとこ見られちゃごまかせないよ。すいません。特に沢田信なんかに乱れた日にゃ。大江戸一家。嘘だろ、完全にヤクザだよ。見張りもいないし結構不用心だな。そりゃ入るやつなんかいないよ。ねえ、しんちゃん、何考えてんだよ。ねえ、ダメって、見つかったらただじゃ済まないよ。お前は帰れ。しんちゃん、ヤンクのやつ、なんでこんなヤクザと関わり持ってんのかな。だからそれが知りてんだ、俺は。しんちゃん、なんだってそんなにあいつのことを。あ、ありゃ、お嬢の教え子じゃねえか。なんだってこんなとこに。いけねえ、こんなとこ来ちゃいけねえよ。あれ、ヤンクルの犬じゃねえか。なぜ。いけねえよ。静かにしろって。
なんだてめえら、ここがどこだか分かってんだろうな。マジでやべえ、だからいけねえって言ったんだ。うるさいね。うれ、こっち来いこそ。なんだ、なんであいつらがここに。どうするよ、あいつら私がここにいるって知ってきたのか。だとしたらこのままほっときゃ若松たちが片付けてくれて学校にも漏れることはねえ。はっ、俺入れ。いてえ。さてどういうことか、歌ってもらおうか。あ、てつ、なんだそのガキどもは。それがこいつら庭に隠れて中伺ってやがったんですよ。なんだぞおら、鉄砲玉が。どこの組のもんだこら。よしな。てめえら、まさか猫股組のもんじゃねえだろうな。違うんす、俺たちただの高校生っす。ただの高校生が組ん中鍵もあんのかこれ。待てよ、ここに山口久美子ってのがいいんだろう。なんだと。王女はどうしたってんだおら。びっくらすぞおら。待ちな。なあ、お嬢。ヤヤン組。そいつら私の教え子だよ。教え子？こっちのこれもですかい。ああ。おい、お嬢って、お嬢ってどういうことだ。まずい、実家が極道なんてバレちまったらお嬢は。ここまでか。わかった、こうなったら逃げも隠れもしない、話すよ。お嬢、実はな。おらおら、まだうろちょろしてやがったのかい、片木のお嬢ちゃん。あ、何度来ても同じで、とっとと消えない。借金は、借金はきっちり返してもらうぜ。おら、分かってんだろうな。ふりゃふりゃふりゃ、このおり、おじき。そうか、こいつらにお嬢の素性がバレないようにわざとこんなこと。気分は、うりゃうりゃうりゃ、泣いてろ。目ん中に入れてグリグリしても痛くて驚くかわいい幼女は泣きながら打ちすれてな。すっかり肝心帳だよ、誰がこんな臭い芝居に騙されるかっての。もうやめてくれ、いくら金借りてるからってお前だよ。もうやめてくれよ。騙されてるし。ああ、今何時って。いや、なんでもないっす。やべえ。まあそこまで言うなら今日のところはこれで許してやら。強引すぎたよ、キョウさん。三人ともとっとと切れ。ユンクミ、早く帰ろうぜ、早く。ああ兄貴。ビビった、マジ殺されっかと思ったぜ。おかげでションベンチちびったのか。いや、ちびったな。そんなことよりてめえはなんであんなやべえところから金借りんだよ。ああ、
あ、そりゃあれだ、死んだ父が、その、え、それじゃあお前も親父が借金残して死んじまったのか。俺と同じじゃん。あの、ひょっとしてあの病院のじいさんの面倒も見てんのか。え、あれも見てたの。そっか、てめえも大変だな。え、いや、まあね。じゃあ俺スクーター回してくるわ。ああ、頼んだぜ。この前柿田組の前で会ったよな。お前が極妻みてえな格好してた時、やっぱお前だったんだ。さっきのおっさん自分の手を打ってたしな。あんなくせえ芝居を真に受けんのは熊ぐらいのもんだぜ。まったく、こいつはいつも余計なことに気づきやがって。こいつがいなきゃ誰も知らねえ。こいつの口さえ封じれば。おい、こら、何考えてんだよ。顔が怖えぞ。で、おーい、お待たせ。ヤンクミ、借金ぐらいでくよくよすんなよ。元気出せよ。じゃあな。じゃあな。兄貴、やめてくれ。話せ。どんな理由があるにしろお嬢に手を挙げしまったんだ。死んでは見なきゃ俺の気が済まねえ。若返しや、立派だったっす。知らねえでください。まだやってるよ。やめな、芝居は十分だよ。お嬢、京さん、ありがとう。うまくごまかせたから、そんな真似しないでよ。お嬢、もったいねえ。どう出るつもりだ。まあ、チクるようなやつじゃないけど。はあ、あれ、お嬢もうご出勤で。うん。ぐら、鉄実る、さっさと起きて朝飯作れねえかい。こんクソガキや、お嬢がしのぎにお出かけで。ああ、いいよいいよ。行ってくれ。いってらっしゃい、やし。京さん、私も結構肝が小さいね。え、教師クビになるのはやっぱ怖いみたいだ。あ、そりゃお嬢の夢でしたから。うん、じゃ。ずいぶん早いじゃん。俺が学校にチクるか心配だったんだろう。あんたがそういうやつじゃないってのは分かってる。俺の質問に答えたら黙っててやる。お前なんで教師なんてやってるわけ。お嬢やってる方がよっぽど楽だろ。かもね。あんた、うちの若いもん見たでしょ。あいつらみんな学校追い出されてる。ま、当然だよな。けど一人ぐらい追い出さねえ専攻がいてもいいんじゃねえかと思った。それだけ。あった、簡単に信じるなよ。チクられたくなくてかっこいいこと言ってるだけかも。心配しなくたって誰にも言わねえよ。てめえがクビになったら学校ちょっとつまんなくなるからよ。お前の正体探るのも面白かったしな。あんねやろ。
いざとなったら足が口を封じようかと思ってきたが、いい教え子じゃねえか。おはよう。重そうじゃない。あ、ヤンクミ、いいな、パンで朝飯か。だっせー、聞いたかよ今の。何お前朝飯抜き、ダイエットでもしてんの？ちょっとね。あ、あ、ほれほれ、教室行った行った。分かったよ、うるせえな。おい、ヤンクミ。あ？取っとけ。あ？クマ。ほら、さっさと食えや。でも。お前、朝飯代節約してんだろ？あ、ありがとね。クマ、何やってんだよ！あ！クマ、騙してごめんよ。くそ、どいつもこいつも可愛いじゃねえか。泣き声あげて人は皆すが京の字、見事な起点で大芝居。これでお嬢の教師生命も安泰だよな。そういやお嬢の同僚のほら、あの女先生、あの方も見かけによらず肝っ玉の座った不定お人なんですよね。次回人間比になってなんじゃ、お嬢のお仲間もなかなかやりなさるじゃねえですか。